はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。前回我々劉表を攻めてしまいました。包囲占領がうっかり成功してしまい、神前をかけていたんですが、これでは劉表が歩を取りに来て神前がうまくいかないならば攻めてしまえという具合でございます。全く悪くはないですね。そして武領を取ることに成功いたしました。さて、もう遊んではいられない曹操との同盟、残り5ヶ月、きちんと配置をしてですね、曹操包囲網完成させなければいけない。曹操は四方から攻められる、いい気味だ。そんなことを考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。前線5都市ですね、武将そして輸送を入れております。なかなかこの手配が大変でございます。そしてほとんどの主力はですね、今や5の人ですね、孫悟の人たちになっております。まあ大きかったですね、5を滅ぼしたのは。やっぱりさて、決済ついております。イベント、関寧亡命、どこに亡命しようというんだ。功を立てても功訴に重用されないことに苛立った関寧は功訴に見切りをつけ、新たな君主のもとへ亡命する。面白い、見たことないぞ。功訴様、少しよろしいでしょうか。これまた死んでますね。これ功訴のところにいるの誰だろう。ソフィか、ソフィなのかな。我が軍で観念様は数々の功績を挙げています。もっとお取り立てになっても良いのではないですか。ふん、あやつなど元は属をしていたヌスットに過ぎん。そのようなものを取り立てるわけにはいかん。もっと他に使える人物はおらぬか。観念様はここにいても何の益にもならないだろう。このことを伝えねば。おお、参ったぞ。話というのは何だ。実は私は観念様のことを何度も高祖様に推挙したのですが、どうしても聞き入れられぬのです。ねえ、高祖め、奴のために俺がどれだけ功を立てたと思っているのだ。観念様、人生は一度きりです。よくよく身体を考えるべきでしょう。ああ、そうだな。忠告に感謝する。閣下、劉宗軍の関寧が参りました。我が君に面会を求めております。関寧だと、一体何のようだ。ともかく会おう。ずこーみたいなね。それで劉宗軍の将が何を出参ったのだ。投降しに来たのだ。俺の強さを知っているだろう。悪い話ではないと思うのだが。うん、そう言われても簡単に信じるわけにはいかん。そもそもなぜお前ほどの男が投降などしようというのだ。ふん、なんてことはない。高祖の野郎が気に食わねえからだ。自分が賢いと思っている。バカな上役ほど始末に困るものはない。リアル。これ考えた人ちょっと市場入ってますね。なるほどな。正直で気に入ったぞ。お前の投稿喜んで受け入れよう。それはよかった。ではよろしく頼みます。関寧、呂布軍の配下に加わる。なるほど、プレイヤー側に来るんですかね、これ。それか5があれば5のところですかね。また適当なことを言っております。4月上旬、あと4ヶ月、刻々と迫っております。タイムリミット間に合うのか。これなんかデジャブだな。前のシリーズもこうなったような気がする。ソフィを訪ね、あ、ソフィはここですね。捕虜にいましたね。はい、霊障いっぱい。ほんと全然本当のこと言ってくれないな。ご飯霊障2杯ひどいな、うちの軍師は。さあ、包囲占領いけるのか。甲冑どうですか。霊障3杯
どうなってんだあいつ。これは一勝3敗。法隆はどうでもよかったんだけど、周泰どうですか。2勝3敗。いいよ、踏んだ。オッケー。これは俺のもの。まさかの、まさかのまた全部だスイッチポンだなこれ。もうここまで行かせちゃえばいいっていうね。お、またこれ兵がさらえますね。武将もさらってきちゃいますよ。さあ行くぞ。これやってるといつまでたってもこの高順関羽、旅門はここでもいいんですけど、他の都市にちょっと行けないな。まあいいか、削れる時に削っておきましょう。あと4ヶ月弱ですが、もう受信は出しちゃいましょう。ここはいますよ。周遊孫作大使寺、ああ命令書が足りない。誰か出すか。孫作周遊だな。ここは主力ですからね。ほとんど格欲だな、こだわりの格欲。進化系だけでいいでしょう。周囲は孫作は魚鱗、調料をやった孫作ではあるが、私たちは徴用している。8000でいいでしょう。これはどうしようか。陳竜行っちゃっても面白そうですけどね。巨匠にしようかな、ジュシュンは。で、ジョナンは高価、ジョウヨウは深夜。こういう風に対応していきましょう。で、勝敗は牧羊がいいかな。まあ、どっちかですね。牧羊か陳竜か、勝敗は選べる。これどうしようかな。ここ入っちゃダメなんですよね。兵団切れちゃう。ここか。ここでキャンプかな。これが多分一番早いルートでしょう。進軍開始。続け。そして武陵の関羽、高順、旅網ですね。兵団の切れた軽道へ借りに行っております。兵団狩りだ。そんな言葉あんのか。これは2勝4敗ぐらいか。また祖父だ。おい、祖父何回言ってもダメじゃないか。ダメチンだな。序章、これはお願いします。ダメかい。いけるやつ教えてくれ。ライトゥ、全然ダメだぞこれ。どうなってんだあいつ。おいおいおい、三振ばっかじゃないかこれ。見逃し三振みたいな。ご飯、おお、このターン全滅か。おい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 、動揺すんな動揺。マジか。陳旧、ここまで来たか。長剣、うわー、これ嘘でしょ。あいつ怪我してんの今。全然当たんないんだけど。言ってますよね、序章ならば序章を解き伏せることは簡単。変えてみようかな。これ嘘ついてんだろどうせ。孫権、よし、丁寧に行こう。次はジョナン目指しましょう。効果から出します。郊外旅隊、綺麗、まずはこの3人行きましょう。綺麗のこれあんまり見たことないですよね。異例参戦かなこれ。ダメージ敵行軍ダウン、なかなかねいいですねこれね。これも結構多め出したいところですが、ここ行くには、あ、やっぱここ通るんだ。今のうちはいけますよね。4ヶ月3ヶ月とかかかる。あ、2ヶ月か。じゃあいけますね。曹操領を通って曹操を攻めるのだ。続いて重春から続編ですね。大使寺陸村テーフ出しちゃいましょう。兵器を誰にするか。テーフか。あ、テーフですね。陸村よりはテーフ。戦法もね大したことないですからね。では8903部隊5部隊でいけるのかなこれ。もうちょっと部隊数張った方がねいいような気がしますが、行っちゃいましょう。出陣だ。受信効果ですね。一斉にスタート。
進軍を開始いたします。一方ですね、武陵ですねって言ってるけども、ここは劉璋のところ、神前でございますね。どこまで上がるでしょう。ただいま倹約、ふわ、ここからでございますね。祖父を訪ねた何回目、3度目の正直。祖父3個の礼。いやいや、祖父はね、いい武将ですよ。ハンション、来ない。チャウゲン、2回目。ダメだもん、もう手がダメだって言ってんね、これダメだ、来るな。さて武陵ですね、軽動衛を倒したかな。軽動衛狩りだ、うん、まだですね。おっと、ここで出た、ガンセンヌかましていく。うん、4000ぐらい入りましたかね。ご飯、あ、ダメ、ほんと嘘しか言わないな。おっと、軽動衛倒しました。グワー、あー、酵素逃げた。さて主膳もいますが、深追いはやめて武陵入りましょう。この3人は移動したいんです。これで武陵が4万弱ですね。弱じゃない、4万以上だ。本当に計算できないな、びっくりしたわ。てか5万超えますね、これだけいれば大丈夫でしょう。武陵が攻められることはない。あとは高陵ですね、高陵攻められた時に武陵から回すか、高陵を厚めにしとくか、そんな感じですね。長所ご飯、うん、ダメだこれは、もう大ソチンだこれ、ダメダメ大ソチン。あ、助手はどっか行った、酵素さっき逃げましたね。あ、酵素と一緒に逃げたか、助手は。鳥類、あ、全くダメだこれ。天竺の施設帰還いたしました。これはまだですね、もう一回ですね。あ、やってきた、あ、もう一回じゃなかった、そうだそうだ、忘れちゃってた。これで象だ、呂布に象がつけられるな、いいぞ、象だけにいいぞ。ペロンじゃないよ、何滑ったみたいな、バカ受けでしょ今。え、あ、長剣、あ、ダメ、もう出さない、ダメだから、嘘ばっかつかれるから。さてこれは曹操の領内に入らないようにしとかないといけないですね。うん、深夜3986、あらあら、輸送出すんだ、誰も来ないと思っちゃって。あと3ヶ月ですよ、我々の同盟期間は。うん、超人が動いてるのが見える、大丈夫かな。しかし着きましたね、エアにいるんだな、これ1ヶ月で着きましたよ。これで平城、平城、あー、でもこれダメだ、下がる、高陵攻めだって言ってますね。なんでこったい、また関係下がる、これはダメですね。ここで止め続けないといけない模様です。仲良くはできない。さて消去、とりあえずですね、もう一回行きましたが、攻める気満々なので、これはお金をやっただけに、あ、というか拒否しましたね。これはもう宣戦布告と見ていい。頼みます、尊虚死亡、こっちを逃げる、踏んだり蹴ったり。さて超人と、これは南蛮ですね。そこ南蛮に襲撃させるってやつありましたね。もうやらしときゃよかったですね。ぐいぐい進んでまいります。その数34000、大軍だ。続いて樹春から関羽関寧両毛、これもしかして関寧って、ああ、照射できないか。関寧もこれ兵器ですね、これ3人とも兵器か、いや、むちゃくちゃだな。まあとりあえず投石ですね。関寧は関羽照射、両毛も照射、兵士最大7700、いいですね。これをまずジョナンですね、ジョナンには確実にぶつけたいところ。これたどり着けばもう一旦でバチコイじゃないですか。出陣する、いや楽しみだな。ジョナン1ターンでコッパみじんになるかもしれない。そして勝敗から出たいんですが、これちょっとね、怪しいですね、大兵力ですね、これ勝敗出られませんよ。これ
しかし援軍送ったところ抑えに行くってのもありですね。しかし目下の心配の種、これは西からやってきている劉将軍だ。あ、まっすぐ来ますねこれ。とりあえず土塁を作りまして侵入をなんとかですね絞りたいと思っておるところです。劉将使者、何ですか、劉将じゃない、劉曹。長剣と鳥類変換いいですよ、もうそれはもういいです、返します、返します。だってもう陳旧が嘘ばっか言ってね、全然だもんこれ。お、早い早い、まず陣を作っている模様ですね。一旦これは退却ですね。我々はもう一回出し直しましょう。攻撃逃げる。さてあと1ヶ月か、迫っておりますね。ジョナンもう大体もうビタ付けですね。これで関羽、そして関根つけてしまえば6部隊うち2部隊兵器、いやどうでしょう、ちょっと難しいのかな。どっちが近いか、これここにつけちゃえば近いか、こっちの方が近いかな。いや悩むところですね。とりあえずここにしましょう。一歩で攻めることがちょっと難しいかな、これは。そして巨匠、でもよくよく見たらねこれ歩がえげつないんで、これ行くかもわかんないですね。これ手堅くジョナン火星の方がいいかもしれない。まあそれかここから取っていくか、ああその方がねいいかもしれないですね。じゃあ太子寺リクソンはこちらから行きましょう。やるとしよう。あと奉仕とかね水耕とか出しましょうね。それで周り取っていきましょう。あと劉将ですね、ここをなんとか撃退しないと常用から出しづらい状態。まあ常用はしかしですね近いんで、ただ義を上陸するか西洋港きっちり入らないとダメですね。ここから西洋港を取らずに乗るのが一番やばい。でここもですね負の効果ありますんで、負だけ取る部隊ですね2、3出した方がいいかもしれない。うん、まあでも4000のままだったらね一気にぶつかればいけそうな気がしますけどね。ここからか、ここだったら2ターンでいけるのかな。そんな感じでございますね。いよいよ次回が早々と決戦の時やってくる。さてどうなるでしょう、こうご期待でございます。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。